ピットでね整備中だった、はい、前回大会優勝の高畑翔輝選手、はい、無限の高畑翔輝選手ですね、はい、ちょっといろいろ世界戦直前ということで、はい、いろいろお話を聞いてみたいと思います。よろしくお願いします、はい、お願いします。いや、まあ、高畑さん選手は、前回の世界選手権、うん、もう4年前もう4年前ですね、でねの、はい、チャンピオンということで、はい、まあ、ディフェンディングチャンピオンですね、はい、今回の大会はね。そうですね。で、まあ、あの全日本も5連覇中ということで、うん、もうそういう意味ではここね、うん、IFS は知り尽くしたところということで、うん、あの知り尽くしたわけではないから、まあ、知り尽くしたわけではないですけど、まあ、ライバルはやっぱりいっぱいいろんな人がいるんで、ね、いろんな人の走りを見ながら成長していきたいなとは思います、はい、まあ、ただ、まああのね、まあ、前回大会優勝とか連勝も含めてちょっと、うん、大本命と言っていいかなって気もするのでね。そこは私も自分からは言えないです、はい、まあ、ということで、はい、高野、もう先週練習に来られてた、うん、はい、先週末最後の調整できて、はい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 、まあまあまあな感じだ、まあ、いつも通りな感じでにはなったんで、はい、まあ、明後日から走ってまたどうなるかって感じですね。はい、まあ、あの車の方はなんかあまり違いがないというか、はい、そうですね、基本はもう一緒なんで、はい、今まで通りの市販車で、まあ、特にプロトパーツもないんで、はい、まあ、そこは自分たちで加工できるものは加工して、まあ、セッティングできればなとは思ってます。はい、マシン的には、無限の MRX6X、はい、ですね。はい、じゃあもうここ、まあ、全日本とかで使ってる仕様そのままということで、はい、今回エンジンは今ちょっと2104がついてるんですけど、はい、メインは2105で、あ、はい、使っていこうかなと。シルバーのヘッドも、はい、あ、はい、じゃあ、まあ、もう車に関してはもう市販品でなんとかなってるという感じですね、はい、じゃあ、まあ、セッティングシートとかは無限さんの方見てもらえばあるのかな、はい、ということで、まあまあ、最近の全日本とかシルギックスカップ見てても、はい、まあ、車も走りもまあ、いつも通りの動きになればそうですね。ですね。まあ、ただ、まあ、世界戦となるとやっぱり、うん、あの海外勢含め、そうですね、やっぱレベルがすごい高いんで、ね、まあ、自分もいっぱいいっぱいになると思います。はいはいはい、まあ、かなり特に予選はかなりの僅差に、そうですね、もう4分って聞いたんで、予選は前回は7分とかだった。前回の世界戦は7分で、まあ、予選日が1日ちょっとあの天気の影響で減らされたんで、もう1日で4回前回はやったんですけど、はいはい、今回は一応4分で6回っていう話なんで、お、6の4?6 の3なのかな、ここら辺がまだちょっと分かってないですよ。あ、ここら辺はちょっとまたちょっとコースレイアウト的にもタイム差が出にくい、多分全く出ないと思います、感じはあるっすよね。一周のラップはもうみんな一緒なんで、いやいやいや、それをできるだけ続けるか、もう4分ひたすら、うん、全開で走るって感じで、うん、そうですね、そうか、まあ、確かに僕としてはやっぱ長い方がいいんですけど、そのペース保つって意味で、ね、そうですね、そうか、まあ、右肩上がりになるんでいつもいきなりは、そうか、まあ日本勢だと直人君とか4分爆発したら早そうだもんね。そうですね、やっぱ早いと思うんで、あの下君はちょっとおじさんには辛いんじゃないですかスーパーボール含めてとか言ってましたけど、 そうですね、そこは、まあ、下さんも頑張ってると思う。ね、ライバルとしてやっぱり見てます。いや、はい、まあ、でも、まあ、無限さんね、本当に全日本5連覇も含めて非常に好調キープという感じではあるので、はい、まあまあ、なんとかこのペースを保ってって感じですね、うん、そうですね、まあ、結構相手チームは車いろいろ変えてるみたいな。いや、そうね、はい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 、もうちょっと海外勢の情報は全くないんだけど、うん、まあ、やっぱりなんかシェファードさんとかカプリコーンさんとか、まあ、やっぱりいろんなメーカー速いドライバーいるので、ね、やっぱり同じタイムでは走ると思いますね。はい、もう今日も見てたらなんか種目はみんな速いなと思ってたんで、みんな速いですやっぱり。やっぱレイアウト自体もヨーロッパとか海外風にはなってるんで、ここの IFS が、やっぱ走りやすいとはドライバーの方にも言ってるから、それもあってやっぱみんな速いですね。うーん、高畑選手的にはこう世界戦に向けて練習量とかはちゃんと加工できた感じだ。そうですね、一応準備はしてきたつもりでいるので、はい、まあ、もう地元で結構走り込みとかテストは、いや地元もそこまで行ってないんで、やっぱここメインで走らせてたんで、まあ、はいはいはい、じゃあ、まあ来れる時にこっちに来て、ね、テストメニューはこなしてって感じで、じゃあ、まあ全日本とかと、うん、まあ、割と同じような感じで、そうですね、
まあ、世界戦だからこう世界戦だから特別にしたわけでもなく、まあ、自分のペースで好調なのも含めてそれをキープするって感じで、はい、そうですね、はい、まあ、そういう意味であの、ね、うん、あの新車投入してきたインフィニティさんとは、まあ、うん、はいはい、対照的なアプローチという感じで、うん、かね、そうなんですかね、向こうの情報が全く分からないんで、そうですね、はい、まあまあまあ、ただね、はい、まあ、資格が今のところ僕も見てても、はい、ここ最近のレース見当たらないので、はい、まあ、唯一あの SMG ルイカス一回ガスケツした、ね、あれだけかなって感じなので、まあ、やっぱあれも経験値としてできたのもやっぱり、はい、やっぱり、まあ、ちょっとあのくらい攻めるとガスケツのリスクがあるよということで、まあ、大事なレースでならなくてよかったっていう感じです。あ、はい、まあ、あの早めに出せといてよかったなくらいな感じで、はいはい、そうですか。じゃあ、今日が IPD の初日なので、あさってから2日間練習があって、あ、そうですね、で、あ、そうだ、あさってから2日練習あって、使ってコントロールの、まあ、レースが始まるってことですね。あ、そうですね、コントロールの日と開会式があって、はい、でその後予選が2回、まあ、それはその4分間を6回、4分間を1日3回やって、2日間でやって6回ですね。あ、6回ね、はい、はい、で、あの、うん、カイメインの方からの決勝が金曜日にあって、もあ、金曜日ですね、金曜日にあって、土曜日にグランドファイナル で、まあ、高橋選手は、まあ、当然予選ホールを狙いつつ狙いたいですね、今回は一番のチャンスだと思ってるんで、あ、はい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 、で、まあ、1位だけポールでシードが確定で、うん、2位から5位か6位でスーパーポール、スーパーポール、はい、まあ、それはその 4,5 人で1周のアタックやって順位を決めるって感じなんですね、はい、残りはあのセミファイナルからの勝ち上がりって感じなのかな、そうですね、はい、そうですか、まあ、じゃあ、まあ、おそらく、まあ、高田君はその辺、はい、スーパーポールもしくはポールで残って B 級、ね、狙いでいきたいです、今回は、はい、まあ、あとは決勝は1時間ってことですけど、はいはい、まあ、もちろん1時間のテストも1時間もまあ何回かはやりました、はい、これタイヤって、うん、あの交換タイミングは2回か1回かっていうのは、まあ、2回か2回かまだ決めきれてない感じ、まあ、そこはね、そこはやっぱり戦略的に幅があるかっていう感じなんだ、ね、うん、あると思います、はあ、じゃあまあそのタイヤもどれぐらい入るかもちょっとまだ正確には測ってないんで、はいはいはい、その辺は予選である程度、予選でそうですね決めていこうかなと思います、はい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 、いや、ちょっとその辺も含めてね、予選からの戦い方がちょっと面白そうですね、見てる分にはね、そうですね、そうですか、はい、じゃあありがとうございます。他は大体そのくらいにのかな、そうですね、はい、高畑さんはメカは3話でしたもんね、はい、3話です、はい、これあの1時間の燃費とかはもう高畑くんは問題ない感じで、まあ、一応、まあ、走り切れるのは確認はできてるんで、はいはいはい、まあ、そこは心配ないかなとは思います、これボディはもうほぼ決め打ちなんですか、いや、まだちょっと迷ってますね、あ、今2択でスーパーかハイパーディアブロ、はいはいはい、あ、そこはもうちょっとその練習でもう少し様子見てって感じ で、うん、まあ、まあやっぱ特性がちょっと違ってて、もう若干違いますね、そのまあでもタイムは一緒なんで、あ、まあ、あとは自分のフィーリングで決めていこうかなと、へえ、まあ、じゃあまあ車はまあずっと使ってる MRX6X ということで、はい、はい、で、まあ、ボディもディアブロかスーパーディアブロということで、はい、これさすがにあの金魚ボディは使わないんですか、さすがに、あれは使わない、はい、ということで、ゆる X カップの時は出してみたものの、そうですか、はい、じゃあ、あの、まあ、今日がね、うん、もうこれから片付けて、そうですね、宿にもこれから、はい、また明日もあるんで、準備しっかりしよう、こっちでずっとボディをひたすら作っててね。ゆきさんのボディなんですね、後ろはね。ゆきさんのボディが。はい。あります、ね、ゆるきさんも今回出るということでね。はい。頑張ってください。もうゆるきさんのレース見るの久しぶりなので、楽しみにします。はい。というわけで、まあ、はい、あの、じゃあ、高畑選手と、はい、まあ、女子のゆるきさん含めてね、まあ、日本代表として頑張ってもらいたいと思ったんで、はい。はい、じゃあ、またあの予選とかね、練習、時間があればまたインタビューとか来るかもしれない。わかりました。その辺、よろしくお願いします。はい。じゃあ本日はディフェンディングチャンピオンの無限の高畑選手にお話聞きました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。